では今日は様子に片白を回すぞ。イエイイエイ。いや、延期に延期を重ねてやっと今日本当なできることになりましてね、よかったよかった。はーい、 GM はこの私、卵の君だよ、よろしくね。よろしくね。お手柔らかに。いや、ほんとこちらこそ。グッドモーニングオール見たか知らないけど、見た人はね、わかると思うけど、うん、初心者キーパーだからいろいろ許してね。許してね。許してね。初心者プレイヤーだから許してね。そう、あと TRPG のね、あの多分、注意事項はピオスがこちら、書いてくれてるはず。もう前のやつも編集した時に適当にナレーションパヤって入れて終わったからね。よろしく。はい。注意事項まで3、2、1、どうぞ。はい、では注意事項を説明させていただきます。クトゥルフ神話 TRPG っていうのはね、いろんなシナリオがあるんですけど、そのシナリオっていうのが一度内容を知ってしまうと、基本的には二度と自分がプレイヤーとしてプレイできなくなってしまうというものなので、これからね、片白をプレイする予定のある方、先にプレイしてからこの動画を見ることをおすすめします。あとですね、ハッシュタグはちょっと感想ツイートとか万が一してもらえたらすごく嬉しいし、エゴサもしやすいように、ハッシュタグピオシロ、全部カタカナでピオシロで、その際はですね、フセッターやポイピクなどを使っていただけると嬉しいです。ということで、じゃあ本編に戻ります。はい、ということでね。今入った注意事項。今入りました。オッケー、オッケー、素晴らしい。いやー、YouTuber ってすげえなー。この間5秒。じゃあ、やっていこう。はい。もう、悪いけど YouTube とか関係なく喋ってくね。うん、オッケーオッケー、大丈夫だよ。私もちょっと。わかんないもん。もう私もなんか、あれ、あ、これどういうこと、あみたいになるかもしれないから。じゃあ、早速始めていこう。はい、お願いします。ではまずね、まあ一応キャラクター説明的なものをお願いしていいですか。はい、まあキャラクター説明って言っても、まあ名前が違うだけでほぼ私だと思ってもらって大丈夫なんですが、ほうほう、お名前はリオちゃんと言います。かわいい。かわいいでしょ。なんて言えばいいんだこれは。なんか好きなものとか。好きなものか。一応ね、そう、まあ私に沿って作られてるので、お芝居が好きとか歌が好きとかそういうのはもう変わらず、まあゲーム実況オタクとでも思っておいてもらえればいいんじゃないですか。なるほど。はいはい。で、今回の片白にはですね、うん、あなたのイデオロギーを一つ決めてほしいんですけれども、うん、何にするか決めましたか。まあやっぱこうやって生きてますよっていうことで、芝居が一番大事なんじゃないですかね。なるほど。はい。あなたはお芝居をしているということはもしかしたら思い出すかもしれないですね。はい。なんかもうそれを聞くと、あ、記憶なくすんだなって。あれ、うち送んなかったっけ、片代の。あ、嘘、事前情報みたいな。いや、読んでないかも。読んだっけ。あ、じゃあご説明いたしましょう。はい、お願いします。はい、ざっくりとしたこのお話の紹介文みたいなのがあるから、うん、送ってないっけ。え、いつ送られた。延期に延期を重ねたからだいぶ前かな。送られてきた記憶マジでないんだけど。送ってないか、すまん。大丈夫。じゃあ今言うね。うん。ではこちらはですね、クトゥルフ神話 TRPG シナリオ名片白、あらすじ。探索者は目が覚めると病院にいた。医者が言うには雷に撃たれたらしい。それ以前の記憶は失われている。キーパー1人、 PL1 人で行う対話型シナリオです。これだけ。わあ、初耳。そっか、知らんかったか。あ、私は雷に撃たれるのね。あと、記憶を失った、うん、リオちゃんを今日は演じていただきます。わ、うん、かりました。でもあとは好きなようにしてください。うん、まあ、一応ね、芝居っていうのがイデオロギーにはあるけれども、うん、その他にも思い出したいことが会話の中で出てきたらもう存分に思い出してもらっていいです。はい、ということで心の準備はいいですか。
よし、やるぞ頑張るぞ。まあじゃあ今いろいろ言ったけどね、それを踏まえてやってください。はい、ちょっと分かんなくなったらすぐヘルプ求めるんで。OKOKOK。 その場合は GM として呼んでね。ああ、なるほどね。 GM さんってキファキファ GM GM って呼んでくれれば助けて。はいはいはい。まあ、あとはもう好きなように何をしてもいいです。好きなようにしてください。私だったらどうするかなで決めればいいのね。はい、そうです、はい、あなたのその感性を問われるシナリオです。存分に楽しんでください、やべ、こいつクズじゃねえかみたいに人間性見えたらどうしよう炎上しないといいねそうだねよし、やるぞやるぞ。はい、お願いします。やった。では始めましょう。はい、クトゥルフ神話 TRPG 片城始めます。あなたは目が覚めると病室のベッドにいた。いや、正確には手術室だ。頭痛がひどい。体が思うように動かない。そこに一人の男がやってきます。男は次のように話しかけてきます。気がついたようだね。私は医者だ。君は落雷にあって病院に運ばれた。覚えているかい？いえ、何も。そうか。君名前は？これ名前は知ってていいんですか、GM？ はい。ではここでアイデアを振ってみましょう。はい。名前覚えてるのかどうかが全くわからなかった。あ、チャパレ私抽出してなかったわ。なんてこと。少々お待ちください。カット。よし。触れそう？触れそうです。じゃあアイデア振ってください。はい、すいませんでした。ほら足映えしてる。はい、じゃああなたは自分の記憶も何も覚えてないです。あー、なんてこった。もう何もない。まあただね、何にもないとは言っても、うん、名前も何も覚えていませんが、社会的に生きるための記憶は覚えているでしょう。あー、なるほど。まあ、例えばここはお風呂場であるとか、ここは病院であるとか、うんうん、これはお箸であるとか、まあ、そういった日常に必要なこと、うん、社会的なことは覚えているけど、うん、あなたがこれまでどう育ったかとか、誰が友達にいたとか、家族は誰だとか、そういった記憶はおそらく覚えていないでしょう。自分のことについて一切覚えてないってことね。はい、そういうことです。はい、じゃああれだね、記憶、あ、名前はって聞かれたんだもんね。はい、うん、私の名前って何ですか？ああ、ずいぶん間があったか、名前も覚えてないか。そうですね、何にも思い出せないです。ああ、そうだな、家族はいたか？家族？すいません、私自分のこと何も覚えてないみたいです。じゃあこの場所はどこかわかるかな？ここは病院ですよね。そうだ。うん、どうやら君は君自身に関する記憶を失ってしまっているようだね。そうみたいですね。まあ落雷に打たれたから仕方がない。検査が必要だな。体も本調子ではないかもしれないが、まあ、しばらくすれば動けるようになる。そういえば体動きませんね。まあその割にはだいぶしっかりハキハキとした元気な様子にもう見えはするかな。うん、なんか頭ははっきりしてるんですけど何も思い出せないけど、あの体が一切動かないみたいな感じです。そうだな。ふと君と会話してるだけだとあまり元気がないようには見えないが、まあまあまあいいだろう。あ、そうだな、約束はできないが記憶もそのうち戻るだろう。
数日は様子を見た方がいい。そうだな、最低でも3日間はここにいてもらおう。3日。ああ、最低でもな。最低でも。ずいぶん元気のいい返事だな。いや、もうなんか聞いてて気持ちがいいよ。 なんだろう、なんか逆に今からいろいろ自分のことを知っておけると思うと、こうウキウキしてきますよね。そうか、ウキウキできるのか、うん、記憶も何もない状況では不安になる人も多いのに、君はウキウキするのか、すごいな。なんか変な感じだし、なんかこんなことを経験する人ってあんまりいないんじゃないですか。まあそうだな、確かにそうかもしれない。うん、あ、それで少し申し訳ないんだが、はい、今ここは手術室なんだが、残念ながら他に部屋がなくてね、物々しくて申し訳ないんだが、ここで3日間過ごしてもらっても大丈夫かな。手術室で？ああ、本当に申し訳ない。他にも患者がいっぱいいて、今病室が全部埋まってしまっているんだ。なるほど。まあ、あ、その代わり君の要望にはできる限り答えよう。あ、そうだった。え、先生ですよね。ああ、そうだ、私は医者だ。あの、お名前って私か？はい、私は秋城という。よろしく頼む。秋城先生。ああ、はい、じゃあ秋城先生のことを信用します。ありがとう、そう言ってもらえると助かる。そうだな、まあ記憶がないのは大変だろう。とりあえずは記憶を取り戻すためのきっかけ作りでもしようか。はい、そうだね。そしたら記憶を取り戻すために私と少しおしゃべりをしてもらってもいいかな。おしゃべりいいですよ。おお、君はなんだかおしゃべり好きそうな感じだな。はい、なんか好きだったみたいですね。 こんななんか胸の高鳴りは好きだっていうことだと思います。そうかそうか、じゃあお話をしよう。はい、君は囚人のジレンマというゲーム理論を知っているだろうか、あるいは覚えているだろうか。囚人のジレンマ、なんか名前は聞いたことあるような、ないような。説明しよう。はい、囚人のジレンマというのは、ある共通の犯罪を犯した2人、まあここではそうだな、仮に私と君ということにしよう。はい、私が囚人 A、 君が囚人 B、うん、ある犯罪を犯した私たちだが、この事件は捜査関係者にとって迷宮入りしそうになってしまう事件になる、うん、そこで業を煮やした警察たちが司法取引というものを持ちかける。司法取引は何だか知ってるかな。司法取引はあれですよね、なんかこうこうしてやるから、こうケーキ短くしてやるから、こう話しまえよみたいな。ああ、そういうことだ、大体合っている。うん、まあまさに私たちもその状況だ、うん、あまりにも証拠が出ない警察たちが業を煮やして私たちに司法取引を持ちかけてきた、うんうん、私たちのどちらかがきちんと事件のことを喋ればケーキを短くしてやる、そういった内容だ。ではゲームの話に戻ろう。はい、もしも私たち2人が黙秘、私も黙秘、君も黙秘した場合は証拠不十分で2年の刑期、うん、私も自白、君も自白した場合は元々の刑期5年2人とも豚箱に入ることになる、うん、だがもしも私が自白、君が黙秘した場合は私だけ0年、君は10年、豚箱行きだ。逆もまたしかり、うん、君が自白し私が黙秘した場合は君は出られるが私は10年、君の5年分も私が背負う形になる、うんうん、まあそうだね、この場合は相手が自分を裏切ったという方向にも取られるのかな、うん、とした時君は自白と黙秘どちらを答えるだろうか、そういった話だ。
私だったら、あ、ちょっと待ってね。はい。せーので答えを言いたいから決まったら教えてくれ。なるほど。ちょっともうちょっと考えます。あ、どうぞどうぞ、ゆっくり考えてくれ。それって、ああ、その私とその先生がどれくらいの仲とかってあるんですか？まあ共犯ってことは結構仲が良かったとかなんですかね。そうだな、まあ今の君と私の関係性でいいよ。なるほど。とりあえずね、ゲーム理論だから、ゲームだから、本当にあったわけじゃないから。そうか。すごい真剣に考えちゃったわ。ああ、いや、真剣に考えてくれてこちらもありがたいよ。その方がね、記憶にもいい刺激になるから。なるほど、決まりました。お、決まったか。はい、じゃあせーので言うぞ。はい、せーの、自白。おお。ではお互いが自白と答えた、はい、場合はお互い自白と自白だから刑期は5年ずつ、うん、さてここからだ。君はなぜ自白と答えたんだ？まあ実際悪いことしたのは事実だし、うん、結局その先生が自白した場合自分の刑期が伸びちゃうから、うん、だったらまあ長くなって10年豚箱にいるよりかはその犯罪分の豚箱生活の方がいいんじゃねえかなって。なるほど、うん、では君はそうだな、私に自白一人だけされるかもしれないと思って。ああ、なんかあんまそんな考えてなかったな。先生がそっか黙秘しちゃったらあれか、先生が10年になっちゃうのか。そうだね、まあ、でも私が今黙秘してたら私は10年だね、君は0年で出ていく。まあある意味先生を信用したというか。おお、見ず知らずの今初対面の私をか。そう、そういう意味でそのくらいの関係値しかないんだから、まあ、自白して0年で出られるか5年で出られるかっていう方を取った方がその自分のためになるよなっていう。なるほど、まあ私がどうこうよというよりは、うん、自分の罪の意識もあるのかな。そうだね、多分悪いことしてたんだったら罪悪感で、まあせめて自分が犯した犯罪分の年数はいようって思うかもしれないですね。なるほど、実に興味深い。例えばどうだろう、まあ今君は記憶がないからわからないかもしれないが、もし私が見ず知らずの他人ではなくて例えば君の大事な人、家族や友人だった場合はどうだろうか。家族も友人もどんな人たちだったっけな。すごく想像で構わない、うん、親密だった人とってことですよね。ああそうだ、君は最初私と君との関係値について聞いていたね。うん、まさにそのことだ。もし私が見ず知らずのこんなおじさんではなく君の大事な人、大事な人や友人だった場合答えはどうだったのか、変わっていたかな。黙秘してると思います。おお、それはどうして。相手がまあ黙秘してくれるんだったらその一緒に罪をこう抱えながらこれからの生活はまあね、何も犯罪を犯さずに生きていこうって言えるし、うん、それで相手が自白しちゃったとしてもまあ相手がそんなひどいやつだったのかって思うかもしれないけど、どうだろうな。まあ大事な人だったらその分背負ってもいいかなって。
おお、なるほど。そう、だし、そう、普通の神経だったら結局私が背負って相手がゼロ年で出ちゃったら相手もなんかすごい罪悪感感じるんじゃないかなってなるほどな、うんうん、なんというか君は実にさっぱりした性格のようだね。うん、実際会ったらもうちょっと考えるかもしれないですけどねまあそれでいい、それでいい、うん、今はただのゲームだから、うん、軽く考えてくれ。はい、君の記憶を呼び起こすための一種の刺激だから。うんうん、いやでも実に面白い話を聞けたよ。そうかそうか、そいつはよかったいやーもう少し喋りたいところなんだが、悪いね、私はこれから外来の患者を見なければならない、もし君から何もなければ私はこのまま他の患者を見に行ってしまうが大丈夫かな。私まだ動かないで安静してた方がいいですか。そうだな、というよりまあ君の頭は活発なようだが体はまだ動かないだろう。無理はしない方がいい。そうか、じゃあまあ暇なので適宜遊びに来てもらえたら嬉しいですそうだな、また明日も君の記憶を取り戻すためにおしゃべりをしに来ようと思うから、その時にまたお話をしよう。はい、ああそうだ、そういえば君は落雷にあってここに運ばれたんだが、君の持ち物が少しだけ見つかったんだ、見てみるか。はい、見たいです。そうだな、今君は体が動かなそうだから、もしよければ私が見てもいいかな。はい、カバンが見つかったんだが、どうやら中身は結構燃えてしまっていてね。あれまあ、身分証かな、うん、保険証のようなものが一つだけ見つかったんだが、どうやらそこにはリオと書かれている。リオ、ああ聞き覚えはあるかな。それ多分私の名前です。おう、そうか、よかった。ならば君のことはまあおそらく君も記憶を取り戻してることだし、うん、そうなんだろう、君のことはこれからリオと呼ばせてもらってもいいかな。もちろんです。ああ、よろしく。これで君の記憶を取り戻す第一歩になれたかな。うん、あ、そうだ、じゃあ先生質問いいですか。ああどうぞ。なんか私はどういう状態で発見されたんですか。そうだね、私も当時のことは詳しくは聞かれていないが、雷が当たって持ち物が燃えてしまっていて、ひどい、そうだな、外傷はそこまでひどくはないが、どうやら脳にものすごい電撃が走ってしまったようだ。そのせいで今君の記憶もなくなっているんだろう。なるほど、まあ、安心してくれ、ここはそういう人たちを専門に見る病院だから、君の記憶も体もなんとかできるだろう。よし、先生を信頼します信頼してくれて助かるよ。他には何か大丈夫かな。キーパー大丈夫そうですか大丈夫だよ。はい、大丈夫です先生。そうだね、天の声も入ったことだし大丈夫だろう。はい、ではそういったで医者の男は部屋を出ていくでしょう。はい、あなたは今手術室のベッドの上にいます。体が重いです。手の届く範囲であれば気になったものを調べることができそうです、うん、というところでこちらを開示いたします。今画面上にハテナが2つ出ています。あ、本当だ。右クリックして全体公開を選んでいただけると情報が出てきます。うんうん、確認したい、読み上げます。2つ、あーちょっと見にくいかもね、頑張って探して。あ、あった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 ここか。え、じゃあまあこっちかな。で、全体公開、あ、これだ、全体に公開するっていうところかな。お、はい、ありがとうございます。目ん玉が
確認できました。ベッドサイドモニター、はい、ベッドのそばには患者の心拍数や血圧などの異常を教えてくれる装置がある。このような機器が出されているということは非常に危ない状態だったのだろうか。97と98という数字が画面に表示されている。その数字が何を意味するかはわからない、うん、ではここで調べるのにふさわしい技能に成功するとさらに追加で情報をお教えいたします。なぬ、なんかあるかな。知識、めっちゃか知識の場合は知識半減でいきましょうか。半減か。知識いくつですか。85です。85結構高いね。そんな私頭良かったんだ自分で持てる、持った、持ったかもしれないそうですね。じゃあ知識で振る場合は 42% で成功です。うんうん。え、他は何かアイディアとかですか。アイディア、うん、アイディアじゃないかな。じゃあ触れそうなのは知識くらい、ね、まあ目星でもいいでしょう。あ、なるほど。目星65。目星どうぞ。いけ、やったー。お、素晴らしい。ではですね、この装置は現在自分自身につながっていないということがわかるでしょう。ああ、私にはなんかつながってるものあるんですか今。特にはなさそうかな。あら、いいのかそれでうんうん、なるほど。ではよろしければもう一つのハテナの方もどうぞ。はい、いや、はい、確認いたしました。器具、ベッドのそばにある台の上には器具が並べている。刃物の類はない。こちらも同じく調べるのにふさわしい技能に成功すると追加の情報を差し上げます。ほい、目星。そうね、ここは知識。あ、知識、ちょっと待って、ごめんなさい。いいよ。知識半減か、うん、そうだね、器具が何かが分かるような能力があれば振ってもいいな。器具が何か分かるような能力私が持ってるのなんて変装とかだよちょ、うん、そうね、まあ知識半減でわかるかな。うんうん、 OK です。 42% で成功です。42ね。おりゃ、あらまあ、わかりません。わからねえ、なんか器具あんなぐらいですね。あ、なんかよくわからん器具がいっぱいあるぜうん。では今あなたは現在そんな状況です。まあまだ動かないですよね、体は一切動かないですね。あれ、まあなんで逆にこんなペラペラ喋れんだろうなはい、じゃあではあなたがそんな感じでなんでだろうなって思ってると、うん、隣の部屋から声がするでしょう。ほう、誰かいるの。いますよ。あ、どうも、こんばんは。こんばんは。隣の部屋にいます。僕も入院してるんですけど。うん、隣の部屋は普通になんかあれ、あの入院の部屋あ、そうですね、うん、多分多分、僕実はその結構大きな事故に遭っちゃって、うん、交通事故なんですけど、うん、結構ひどい事故だったので、体もひどいことになっちゃってて。あら、それはつらかったね。まあ
と、うん、お姉さんはどうしてここに？私は先生の話によると、なんか雷に打たれてそのまま病院に。雷に打たれて？うん。すごいですね。うん、でもそう、痛かったんだろうけど、こう体が全然動かないからね。ああ、でも元気そうですね。そうなんだよね、何にも覚えてなくて、その時のこととか自分のこととか記憶がないっていうことですか？うん、そうみたい。ああ、お姉さんもないんですね。え、君もないの？ああ、いや、僕は記憶はあるんですけど、うん、なんかそこのお姉さんが入ってる部屋に入る患者さんはみんな記憶がないっていうんですよね。だからそういう人が入る病室なのかなっていう。おお、ここはじゃあ記憶ない人専用部屋なのかもしれないね。かもしれないです。でも私がいるここの部屋ってなんか手術室みたいな場所なんだけど。そんな感じなんですね。うん。へえ、うん。なんか覚えてることとかないんですか？覚えてることか。あ、さっきね、名前は思い出したよ。なんていうお名前ですか？リオっていうの。リオさん。うん。よろしくお願いします。お願いします。君の名前は？僕は。ハルトって言います。ハルトくん？はい。うん。どねいらるらいくつ？一応12歳です。おお、若い。ハルトくん12歳。あ、なんか書いてるんですか？いやあ、頭の中にインプットしてた。おい、なるほど、確かにインプットされてそう。僕も事故に遭ってからはずっとこの病室にいるんですけど、うん、でもこの病院の先生が僕のお父さんなんです。へえ、秋しろ先生？そうです、僕のお父さん。そうなんだ。私のことを見てくれてる先生もその秋城先生だよ。そうなんですね、うん、僕のお父さんは名医なので、うん、きっとリオさんのことも直してくれますよ。お、ハルト君がそう言ってくれるんだったらなんか頼もしくなってくるな先生。はい、僕のことも必死で直そうとしてくれてるんです、うん、ずっと諦めずに。だから、うん、僕が泣き言を言うわけにはいかないなって。ハルト君が事故に遭ったのっていつのことなの？ちょうど10歳の時なので2年前くらいですかね。そうか、2年もじゃあずっとここで闘病してるんだね。はい、だからちょっとつまんなくなっちゃって、うん、いやよく、ね、隣の人に話しかけに行っちゃうんですよね、うんうん、行っちゃうっていうか声だけですけど、うん、壁越しの会話だね。はい、夜ちょっとだけ起きてたらお話できたらなって。うん、いや私もやっぱね、動けないからつまんないなって思ってたから。やっぱそうですよね、僕だけじゃないですよね、うん、いやもちろんよ。何もできないってつまんないですね。うん、あ、でも僕体が治ったら、うん、お父さんみたいなお医者さんになりたいななんて。おー、いいね、夢を大きく持つのはいいことだよ。勉強とか頑張りたいなっていう。うん、お姉さんはそういうのないんですか？なりたいもの？
夢とか夢目標とか思い出せないですか？なんだろう、何か喋ること？ああ、確かにリオさんとお話ししてると楽しいです。本当？なんか元気になるっていうか、あ、そうだよ、ワクワクする感じです。そう、それだ。人を笑顔にしたいって思ってた。じゃあもしかしたら何か喋ったり話したりすることかもしれないですね。うん、なんだっけな、もうちょっとで思い出せそうなんだけど。喋ったり話したり、なんだろう。あ、思い出しました。私、誰かになりきって、あ、お芝居だ。お、女優さんですか？そうだね、私、まあそこまで大きくないけど、その舞台でお芝居をする人だった。すごい。すごいのかな、どうなんだろう、私どんな芝居してたんだろう。だからこんなに喋ってると楽しい気分になるんですね。それはあれだね、なんか本業冥利に尽きるってやつ。いいな、お姉さんもすごい夢があるんですね。うん、きっともっと上を見て頑張ってたんじゃないかな。記憶一個取り戻せましたね。うん、ハルト君のおかげだよ。よかった。もしお姉さんさえよければ明日もまた話しかけに行ってもいいですか？もちろん。じゃあまた明日。うん、また明日ちゃんと寝るんだよ。はい、お姉さんもゆっくり寝てください。記憶がないのは不安だと思うので。そうだね、なんかネガティブな気持ちになる前にとっとと寝ることにするよ。そうしましょう。うん、ではあなたたちがそうして話を終えると、リオさん、あなたに強烈な眠気が襲ってきます。まだ体力が戻りきっていないようです。泥のように眠りに落ちることでしょう。その直前、隣の部屋から、あれ、あ、お姉さん疲れてたんですね、おやすみなさい、という声が聞こえた気がします。かわいい、ハルト君。ん、次の日、目が覚めるとあなたは相変わらず手術室にいます。しかし様子がおかしいです。視界が白黒になったりちらついたり、正常ではありません。一体どうなっているんだと心配していると、再び医者がやってきます。しかし医者の顔もうまく認識できていません。声は確かに医者のものですが、見た目では判断ができなくなっていることでしょう。
いやー、おはよう。気分はどうかな？おはようございます。あれ、秋城先生ですよね？あ、そうだ。どうかしたか？なんかよく見えなくて。よく見えない？ああ、なるほど。もしかしたら目の調子が悪いのかな。昨日はなんかはっきり見えてたと思ったんですけど。どれどれ。ああ、そうだな。確かに目の調子が悪そうだ。後で検査をしてみよう。はい。まあ心配しなくても良くなるから大丈夫だ。良くなるのかな。なんかすごいチラチラしてて嫌な感じ。うん、そうだな。申し訳ないが、目の検査をするためには少々順番がいろいろあってね、うん、夜になれば治すことができるんだ。夜か。申し訳ないが、しばらくはこのままでいてもらおう。まあそうですよね、他の患者さんもいるわけですもんね。今すぐにとなるとちょっと他の順番もあってね、うん、君だけを優遇するわけにはいかないんだ。申し訳ない。まあ命に別状はないですよね、多分。ああ、目だからな。うん。とりあえず夜に検査して治療を施せば治るだろう。なるほど。それよりだ、君の記憶の方が大事だからね。そうですね。どうだろう、何か思い出したことはあるかな。私が何をしていたかは思い出しました。ほう、何をしていたんだい。私あれです、舞台女優をやってました。ほう、舞台女優、すごいな。まあそんな、なんか大きいとこだったのかどうかまでは思い出せないですけど。ああ、だから君は昨日からずっとハキハキと明るい振る舞いなんだね。そうかもしんないですね。もしかしたらこうやって人と喋るのに慣れているのかもしれないね。その舞台の経験とかもあって、うん、なんか人を笑顔にできたら楽しいなって思って生きてたんだと思います。ああ、素敵だね。いいことだ。うん、いい傾向だね。2日目にして結構記憶が戻ってきている。うん、そうだね。ではより記憶を取り戻すために今日もまた会話をして、記憶に、脳に刺激を与えてみようじゃないか。はい、いいお返事で助かる。では今日もおしゃべりをしていこう。今日は何の話をするんですか？今日はね、テセウスの船というパラドックスの話をしよう。君はテセウスの船という話を知っているかな、あるいは覚えているかな。なんか漫画があったっていう。ああ、そうだね、うん、そうだな、前にテレビでもやっていたかもしれない。うん、なんかそれの主題歌を歌える気がします。おお、じゃあもしかしたら君は知ってるかもしれないな。知ってたかもしれないですね。まあ一応説明させてもらおう。はい。テセウスの船というのは、まあ、かつてテセウスの船という人々から愛された船があった。まあ、しかし船だから乗っていけばパーツがどんどん経年劣化をしていくものだ、うん、そのたんびに劣化していくパーツを、劣化していったパーツをどんどん新しいパーツに置き換えていく、そして劣化していった古いパーツを新しいものに全て置き換えられた場合、その船は同じテセウスの船と言えるのかどうかというパラドックスだ。君はどう思う？そのパーツが置き換わったっていうのがどれぐらい、なんだろう、全く別物に変わってるんですか？デザインとか。あ、いや、同じパーツだ。同じパーツか。
同じパーツのだが違う新しいパーツ。うん、そうだな。まあ多少デザインや大きさは変わるかもしれないね。うん、これはもう言っていいんですか？ああどうぞ、今回は問題ない。うんうん、そうね。同じ名前かもしれないけど、サブタイトルが変わるんじゃないですか？そう、実に役者っぽい感じだな。まあだってお芝居だってやる人が変われば全く違うものになりますし、パーツが変われば何かしらやっぱり変わってきちゃうと思うので、うん、まあ同じ構造のものかもしれないけど、サブタイトルが変わるのかなって。なるほど。じゃあそうだね、君の役者の話でちょっともう少し深めていこうかな。うん、じゃあ今君は同じ役でも違う役者が演じれば違うと言った。うん、そうだね。だが演じている役は同じ役だろ。うん、では何が変わった時にその役は、何が変わらなかった時にかな、うん、その役は同じ役だと言えるんだろうか。何が変わらなかった時、君は役者自身が違う人が演じてしまえばその役は違う役だと言った、うん、まあ、違う役ではないか、違うものだと言ったね。うんうんうん、じゃあ例えば君が A という役を演じて、うん、そうだね、また後日2日目にまた A という同じ役を演じた、うん、その時は一緒なのかな。似て非なるものになると思います。ほう、それはどうして？まあもちろんその1日目と2日目っていうので、その1回目にやったものを全くコピー、同じものをコピーしてできるわけでもないし、そのやっぱ感じたことを芝居に出すタイプの人だったような気がするので、うん、私が。なるほどなるほど。そうなるとなんて言ったらいいんだろうな、まあその1日目の反省点とかも踏まえて、もっとこうした方が面白いっていう発見とかもあると思うので、お芝居の仕方は似ててもやっぱり違うものになるんじゃないですかね。なるほど。1日目と2日目だと君の心持ちやその役に対する意気込みが少し変わっていくから、1日目と2日目の役は違う役だと、そういうことだな。うん、そういうことです。なるほど。じゃあ今は役の話をしたが、うん、これが同じ生きている人間だったらどうだろう。1日目の君と2日目の君は違う人かな。私が、まあ昨日の私と今日の私っていうことですよね。そういうことだ。ああ、それは同じなんじゃないですか。あ、でも人間としては同じだけど、うん、まあ中身がちょっと変わるとかはあるかもしれないですけど。中身というのは何だろう。うん、その1日経ったら
冷静になって考えたらこれはこうだったかもしれないって思い直すこともあるかもしれないし、まあでもどうなんだろう、昨日の自分を含めて今日の私がいるみたいな感じだと思うので、まあほっ、うん、なんだろうね。でちょっとテセウスの船にもうちょっと戻ろうか。はい。さっきこの船でね、うん、この例え話をしたけど、うん、じゃあこれが例えば人間だったらどうだろう。あ、人間の体の細胞というのは常に死滅して新しいものに置き換わっていくんだ。うんうん。大体その細胞というのは約3年ぐらいで丸々新しいものに置き換わっているらしい、うん、君の頭の先からつま先まで全てだ、うん、そうした時に君は3年前の君と今の君、違う人かな、同じ人かな、どっちだろう。同じ人だけど サブタイトルが違うじゃないですか。なるほど、サブタイトル。まあ人間にとってのサブタイトルっていうと、その一日一日を生きる上での、うん、まあ目指してるものとか、うん、やるべきこととかが、なるほど、その日によって違うから、まあ同じ人だけど同じことをして過ごしている、毎日を過ごしている人っていうのはいないかなって。なるほど。じゃあ例えば、うん、君が今言ったその目標や次に変わる意思のようなものか、うん、その意思さえ変わらなければ同じものと言えるのかな。全く同じように、同じ熱量で思うことができたらもうそれは人間じゃないんじゃないですかね。なるほど。で、うん、君は、君が3年前と今の君同じとするならば、うん、何が一緒なら君は一緒なんだろうか。なんだろう、ハートかな。ハート、いいね、かっこいいじゃないか。なるほど。心、ハートが変わらなければ君という存在は君足りえる、そういうことかな。うん、どんな、まあね、なんか体がぐちゃぐちゃになったとしても結局心は私だしなっていう。なるほど。うんふんふん。いや、今日もいい話を聞かせてもらった。いや、実に面白かったよ。お、楽しみでもらえたんだったらなんか良かったっす。あ、君との会話はなかなか楽しくて、いつも時間の経過を忘れてしまいそうになる。うん。いやー、少し楽しみすぎてしまった。これから外来の患者を見て回らなければならない。あー、そう、目の検査はまあ夜にやろう。夜どんぐらいの時間かかるんですか？あ、まあすぐに調整すれば治るだろう。あ、検査が必要だけどね、そんなにひどいことにはなっていないはずだ。うんうん、そんな、じゃあ、まあ、話す時間はあるか。君から特になければ私はまた行くが大丈夫かな。あ、じゃあちょっと聞きたいことっていうか。ああ、どうぞ。秋代先生ってお子さんがいるんですか？ああ、いるよ。そう、
それってなんだろう、お元気ですか？どういう意図の質問かいや、なんだろう、このん、これ話していいのかなまあなんか昨日の夜、その秋城先生の息子さんだと名乗る方とお話をしたんですよね。ああ、ハルトと話をしてくれたのか。はい。ああ、すまないね。ずいぶん長いこと入院しているから話しかけに行ってしまったんだろう。いやもう何か失礼なことをしなかったかな。いやいやいや、とんでもない、めちゃめちゃ楽しかったんで、ね、こう怒られたりしないかちょっと心配だったんですけど、大丈夫そうですよ。あ、君さえよければまたハルトの話し相手になってやってくれ。あ、よかった。私の息子もね、だいぶ暇そうにしているんだ、うん、君のような楽しい人が話し相手になってくれれば私も安心するというものだ、うんうん、そのハルト君、交通事故に遭ったって聞いたんですけど。ああ。今ってどういう状態なんですか？そうだね、体のほとんどは動かせていないだろう、ほとんど声、誰かに語りかけることぐらいしかできないから、何か遊びもできないしな。うん。まあ、もともと体は弱い子だったんだが、輪をかけて内向的になってしまってね。いや、私も昨日、今日とこうして動けずにいますけど、本当につまんないんで。すまないね、本当に申し訳ない。いやいや、それは仕方ないことなんですけど、そう、やっぱそれで長い間ってなるともう相当だと思うんですよね。まあ、君さえよければまた夜にでも話し相手になってやってくれ。あ、もちろんです。じゃあ夜お話しできる時間は作れそうですかね？ああ、問題ない。あ、じゃあ大丈夫です。君たちの話が終わった頃合いにまた声をかけるとしよう。はい、キーパー、これで大丈夫ですか？あなたが大丈夫だと思うなら大丈夫です。もうなんか聞くことあるのかどうかも分かんなくなってきました好きなようにしてください。なるほど、大丈夫かな。私はそろそろ行ってしまうけど、これってまあ私が今こう目がチカチカしてるのって なんでチカチカしたんだと思います？あー、まあおそらく脳に対するダメージが大きかったんだと思うな、うん、君の記憶のこともそうだが、今君の脳は大変デリケートな状況にある、うん、昨日の一連の状況からまだ記憶を取り戻した代わりに目の方に刺激がいってしまったんだろう、まあ回路が少し変になっただけだ、そうおかしいなことではない。なるほど。まあ脳というのはそれだけデリケートなものなんだ、まあ安心してくれたまえ。この病院には優秀な眼科の方も揃っている。あ、それはじゃあ OK なんですけど、一個、鏡とかって持ってくれたりしますか？ああ、構わないが大丈夫。いや、手鏡で大丈夫かな？そうですね、やっぱ乙女なんで、ちょっと身だしなみちょっと見ときたいなっていう。ああ、そうかそうか。それはすまない、失念していたよ。いや、じゃあそう言って、お医者さんは手鏡を持ってきてくれることでしょう。はい。申し訳ない、このサイズしかないんだが、これで大丈夫かな？はい、大丈夫です。これ見れますか？どうぞ。どうなりますか？あなたが映っていますね。あ、特になんかもうボドボドですか、体は？あ、いや、普通な感じです。普通な感じか。特に見た目に変化はなし？はい。なるほど。ああ、これ、まあ、あんま動かせないからだけど、まあ、とりあえずなんか、
整えます。これで、大きな姿見みたいなのは、まあ、病院だから申し訳ないけどないんだ。ごめんね。いや、大丈夫です。ありがとうございます。まあ、それは持っていていいよ。君に貸そう。やった。そうだね、女性だからそういうことも大事なんだね。悪かったな。いやいや、あまりそういったことに疎くてね。まあ、こういうのはなんか自分の顔を久しぶりに拝みたくなったみたいなところなんでしょうね、きっとね。そうか、まあ役者さんだし、そういうことには気を使っているんだろう。うん、他には何か必要なものはないかな。大丈夫なら私はまた行くが。そうですね、今のところはじゃあ大丈夫です。なんか質問あったらまた聞きます。ああ、わかった。ではまた夜に会おう。はい。いや、そう言って医者の男は部屋を出ていくことでしょう。では、あなたは今手術室のベッドの上にいます。うん、相変わらず体は重いんですよ。重いんですが、まあ、昨日よりは動けそうです。お、少し歩いて気になったものを調べることができるでしょう。やったぜ。というところで、こちらを開示いたします。これ、あれ、あ、ん？あ、2つ、ちょっと待って、2つある？あるね、あるある。うちが見えなかったわ。私も今めっちゃ探しちゃった。どこだ？じゃあ見えない方から出していこう。はい、確認いたしました。資料、少し歩いた先にある棚には以下のような患者の名簿とおぼわしき資料が収められている。名前、適正率1、適正率2、山田太郎 94%、 13%、 横浜花子 13%、 5% といったような名前がつらつらとつながっています。はい。ハローキティとかあるし、かまど炭治郎もいるし、ケイトキングもいるし、GM から言うと名前を考えるのがめんどくさくなったっていう。リア友の名前も誰とは言わないけどあるし。勝手に拝借してのバレたら怒られそう、ごめんねって。ちょっと面白い。はい、戻るよ。はい。じゃあこちらもですね、調べるのにふさわしい機能に成功すると、さらに追加の情報を差し上げましょう。はい。これは、まあ、ここではね、目星か、目星かな、目星かな。よし、いけ、やったー。うん、素晴らしい。では、あなたがそうして資料をペラ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 見ていると、うん、次のような記述を発見します。お、両方の適性を持った人間が見つからない。引き続き患者から高い適性率を持った人間を探すという走り書きがありました。 97、98。 はあ、なるほど。ではよろしければもう一つの方も開示しちゃってください。はい、はい、確認しました。加温装置、ベッドから少し離れた位置に温風で体温を適温に維持するための装置がある。こちらもふさわしい技能に成功すれば追加の情報を差し上げます。目星で大丈夫ですか？ちょっと待ってね。うん、あなた何持ってんの？そうだね、じゃあね、私が振った技能は、あれよ、聞き耳、目星、運転、変装、信用、説得。ここマジで意味ないよね。そうだな、じゃあね、コンピューターかな。お、引き40ね。はい、 OK。 えい、あーあー、わかんない、ダメだこりゃ。やべえ、2つ情報逃してんな。まああるなぐらいで、うん、あ、なんかあったかいな。あ、これでここの部屋っていうか、私あったかくしてもらってたんやな、ありがてえな。うん、と、あなたがありがてえありがてえなっていると、また
隣の部屋から声が聞こえるでしょう。あ、こんばんは。あ、こんばんは。調子はどうですか？まあ前よりちょっと、動くようになってきたけど、体は。でも、はい。なんか目がシパシパしてる。目が悪い。うん、そういう症状は初めて聞きましたね。おお、なんでだろう。不思議ですね。うん。あんまりこれまでそこに入った人たちはそういうことを言わなかったので珍しいですね。今まで入った人たちっていうのはどんな感じの人たちだったの？まあいろんな人がいたんですけど、うん、これまではなんだろう、2日目になると頭がぼーっとするとか、うん、あまりお話ができない感じとか、あら、そういう人が多かったですかね。だからお姉さんもまたお話ができないんじゃないかってちょっと不安だったんですけど、うん、話はみたいで、そうだね、バリバリできるね。安心しました。うん、なんだかその部屋に運び込まれた日は大丈夫なんですけど、うん、次の日になるとちょっと様子がおかしくなる人が多かったんですよね。こっそりなんかいじくられてたりして。え、そうなんですかね。いやでもそんなことないですよ。僕のお父さんはちゃんと治そうとする人ですから。そうか、もう研究対象みたいな感じでゲヘヘってされてたらどうしようかと思っちゃった。あ、研究所ではないと思うんですけど、まあそっか、そうだわ。僕のことも直そうとしてくれてますし。うん、今日お話ししてたんだけど、秋城先生と。あ、そうなんですね。そう、その時も春人くんのことをすごい大事そうに話してたよ。あ、そうなんだ。うん、僕は実は目が見えなくて、うん、事故で体も動かせないので本当に父さんにはいろいろ任せきりで。うん、そうだよね、見えないとすごい不便だよね。はい、だから僕がどんな部屋にいるのか、お姉さんの部屋がどんなところなのかもわからないんです。あ、そうか、だから昨日多分って言ってたんだね。はい、ごめんなさい。全然大丈夫。なるほどね。いつか僕の目が見えるようになって、うん、体も動かせるようになったらお姉さんのお芝居を見てみたいです。お、それは嬉しいな。いや、その時は招待するからぜひ見に来てよ。本当ですか？うん、タダで見せてあげる。すごい。父さんと僕の分も用意してくれますか？もちろん、もう先生にもお世話になってるし、もう春人くんとはこんなね、夜にこうウキウキコソコソ話してるんだし。じゃあ、約束ですよ。嘘つかないでくださいね。私が良くなればだよ。お姉さんは良くなりますよ。そっか、僕も良くなりますし。うん、そう、ちゃんと二人とも元気に病院出たら絶対見せてあげる。楽しみです。どんなお芝居をやるんですか？時と場合によるけど、私がやってたお芝居か、ミュージカルとかだったかな。ミュージカル、歌ったりするんですね。うん、そう、歌ったり踊ったりしながらお芝居する感じだね。動物になったりするんですか？ああ、
よくわかるね。動物になって踊ったりもあるよ。すごい、本当にやるんですね。ただここだけの話なんだけど、はい、私歌は得意なんだけどダンスあんま得意じゃなくて。え、そうなんですか。そうだからね、あのいつもダンスより歌をメインに舞台に立ってたと思う。そうなんですね。そうなんかね、こう真剣にかっこいいシーンのダンスなのに一人だけなんかゴリラが動いてるみたいだって。いいな。でもそれはそれでちょっと見てみたいかもしれない。それはそうだな、ちょっと恥ずかしいけど、じゃあ動物のその珍妙な動きをするパートとかあったら多分メインを張れると思うから。いいな、見に行きたい。うん、その時は絶対ね。見れたらいいな。うん、見れるようになるように祈っとくね。ありがとうございます。うん、じゃあお姉さんも僕たちのチケットを手配してくれる約束ですよ。うん、任しとき。いい席がいいな。あ、関係者席って結構後ろの方だから、じゃあ前の方でもう取っといてあげるよ。やった。あんまり後ろだと見えなかったらちょっと寂しいので。そうだよね。じゃあ前の方で取っといて、あの客席の方にハルト君いるの見つけたらちょっとなんかパチコーンってやっとくね。ありがとうございます。あれですよね、ファンサっていう。そう、まあファンかどうかは置いといてサービスするわ。わあ、やったー、楽しみだな。じゃあ約束ですよ。嘘ついたら針千本。針千本飲むわけにはいかないな。これは頑張って直すしかねえな。じゃあ約束ですね。うん、ではそのようにあなたたちが約束をすると、再びリオさん、あなたは強烈な眠気に襲われます。歩けるようになったとはいえ、まだ体力は戻りきっていないようです。泥のように眠りに落ちる直前、隣の部屋からこのような声がするでしょう。ミュージカル楽しみにしてますね。おやすみなさい、お姉さん。という声が聞こえた気がします。うん、あれ、先生に見てもらう前に寝ちゃったな。では、次の日です。はい。あなたは目が覚めました。相変わらず手術室にいます。ですが視界はクリアになっているようです。体の調子も昨日より良くなっています。うん、そこへ医者がやってきます。いや、おはよう。あ、調子はどうかな。秋代先生、おはようございます。おはよう。まああれですね、昨日めちゃめちゃ目が調子悪かったですけど、今は結構はっきり見えるようになりましたね。ああ、そうか、それはよかった。いや、君の部屋に行ったんだが、どうやらぐっすり寝てしまっているようでね。そうですよね。いや、なんかもう全然記憶がなくて、もう。まあ失礼かとは思ったんだが、寝ている間に少し検査をして目の調子も直しておいた。ああ、それはよかった、ありがとうございます。問題なく見えているようだね。うん、よかったよかった。どうだろう、記憶の方は何か思い出したかな。まあその舞台やってたっていう話を昨日したじゃないですか。そう、何をやってたのかってそういえば思い出してないなと思ったんですけど。お、私ミュージカルやってましたね。おお、歌うのか。うん、確かに発声が素晴らしいな。君は声がよく通る。そう、なんかバカデカボイスだなって自分でも喋ってて思います。確かに私の声量が負けてしまいそうだな。
すまないね、医者だからそんなに声は張る職業じゃないんだ。申し訳ない。むしろ潜めるぐらいですもんね。そうだね、あまり大きい声で喋ると不安になる患者さんもいるから、なるべくねゆっくり喋るようには心がけているよ。ああ、その方がもう適正というか、なんていうんだ、お医者さんとして正しい姿だと思います。そうだね。だがしかし君と喋るときはちょっと頑張って喋らないといけないかなと思っているよ。確かになんかこう圧を感じるかもしれないですね、私の声から。ああ、ちょっと負けそうだな。まあまあちょうどねいい傾向だ。君も記憶がだん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 と取り戻せているようで、そうだね、目も検査して大丈夫そうだし、まああとは本当に記憶を取り戻せば大丈夫だろう。じゃあまた記憶を取り戻すためにおしゃべりでもしようかね。そうですね。じゃあ今日はこんな話をしようか。なんだろう。君は臓器くじという話を知っているかな、あるいは覚えているだろうか。臓器くじ？ああ、説明しよう。ピンとこないですね。ああ説明する。はい。臓器くじというのは、ある人間を一人積極的に殺してそれより多くの人間を助けることはいいことだろうかという思考実験だ。はや、まあ、この実験にはいくつかのルールがある。一つ、公平なくじを健康な人に引いてもらう。当たりが出たらその人は殺される。一つ、殺された人の臓器をすべて取り出し臓器移植が必要な人々に配る。一つ、移植は必ず成功するものとする。一つ、くじに不正行為は起きないものとする。一つ、人を殺す以外に臓器を得られないものとする。こうした時にこの臓器くじというものがいいことだろうか悪いことだろうかというお話だ。大丈夫かな。じゃあもう一回条件教えてもらっていいですか。はい、うん、ちょっと待ってね、うん、よいしょ。一回聞いただけだとハテナがいっぱいだった。そうだよね。そんな気はした。うん、他読むね。はい。臓器くじというのは、うん、ある人間を一人積極的に殺してそれより多くの人間を助けることはいいことだろうかという思考実験だ。ルールが5つある。まず1つ、公平なくじを健康な人に引いてもらう。当たりが出たらその人は殺される。くじを健康な人に引いてもらってその当たった人が殺されちゃう。そう、はあはあ、2つ目、殺された人の臓器をすべて取り出して臓器移植が必要な人々に配る。3つ目、この時の移植は必ず成功するものとする。そして4つ目、くじに不正行為は起きないものとする。5つ目、人を殺す以外に臓器を得られないものとするとした時にこの臓器くじというシステムはいいことだろうか悪いことだろうか、そういうお話だ。ちょっと考えますね。どうぞ存分に考えてくれたまえ。まあ、もし差し支えなければ君が何をどう考えているのかというのももらえると非常に、いや、
なんか明確な答えはパッて出てないんですけど、ああいいこととも悪いこととも言えないかなって。ほう、それはどうしてだろう。それをどうしてなんだろうなって考えてたとこでした。そうか、はい、そうか、なるほど、うん、なんでこういう風に思ったんだろうなっていうのを今考えてたんですけど。じゃあ君が考えている間に、あっとっとっと、君が考えている間に先ほどのことをちょっとこっちに貼っとこうかな。お、ラスカル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 、情報、情報、オッケー。うーん、あー、なるほど。ちょっとなんとなく、まあ、まだなんとなくですけど、いいこととも悪いことも言えないっていう言い方はちょっと違ったかもしれないですね。お、なんだろう。いや、まあ結論としては間違ってないんですけど、よいしょ、そのまあくじで選ばれた人とか、その人に対してすごい大事だなって思ってくれてる人とかがいるんだとしたら、そのくじで殺される側の人としては悪いことに移る方が多いかなと思うんですけど、うん、の臓器を移植してもらえる人たちの側からすればすごくいいことじゃないですか。そうだね、そうだね。今の君の話だと殺される側にとっては良くないこと、しかし移植を、臓器を提供される側からするといいこと、そういう風かな。そうですね。だから一概にどっちだとは、この客観的な立場からだとちょっと言えないですね。そう、では主観的な立場になるとどうだろう。うん、どっち側ですか。そうだね、じゃあ君が殺される側だったらどうだろう。殺される側か。自分がもう人生でやり残すことがないんだったら、もう人生に満足してるんだったらいいことだから、もうみんな思う存分他の人たち生きてってなるかもしれないですけど、うん、ってなったらいいことだって捉えられるかもしれないですけど、まだやり残したことがあるとか、こうやらなきゃいけないことが残ってるんだったら、なんとかもう私にとってもそのやらなきゃいけないこととかを、あうまく説明できないな。例えばやらなきゃ、もうこれは生きてるうちにやらなきゃって誰かと約束したことがあったとしたら、うん、それが叶えられないってなっちゃって、その約束した相手も私もそのくじのことを悪いことだって思うかもしれないですよね。なるほど。つまり君は今自分に未練のようなものがもし残っているのだとすれば殺されるわけにはいかない、うん、拒否したいです、できるなら。では臓器を提供される側だった場合はどうだろうか。提供される側だったらか、その時も同じかな。君には未練が残っているかもしれない、そうした場合は喜んで臓器を受け取る、そういうことかな。その人たちって、まあそのいろんな条件下ではあるとは思うんですけど、
もうその臓器がないともう生きていけないってことですか？そうだ。まあこれもゲーム理論だから、あくまでゲームの中のお話だ。そうだな。私がそっち側だったら、まあそれが病気だとか、だったら、あ、でもそれはどういう選択をしたいかになっちゃうから、いいことか悪いことかを聞かれてるんですもんね。ああそうだ。臓器を提供してもらえることは、そりゃもう無条件でいいことにはなると思いますけど、ただ結局その人を殺してまで生きていいのかっていう罪悪感とか、そういうのは必ずあると思うので、そうなったら悪いことをしてしまったのかもしれないっていう思いを抱えながら生きることになるから、そういう視点で見たら悪いことかもしれないですね。なるほど。じゃあ少し話を変えてみようか。はい。いや、そうだな。例えば今この現代には車というものが多く存在するね。一日に多くの交通事故が起きて、日本国内でも何千人という人が一日で亡くなっている。この交通事故というも、いうものもこの公平なくじと同じように、ある日突然何も知らない健康な人が突然事故に遭って突然死んでしまう、そういうものだ。では例えばそういう交通事故に遭った人の体から臓器をすべて取り出し、臓器移植が必要な人に提供する。これはいいことだろうか悪いことだろうか。その人は長くないんですか？どっちの人だ？交通事故にあった側。そうだね。もう交通事故で亡くなってしまったと言ってもいいだろう。あ、亡くなってしまった。あ、亡くなった上でその臓器がまだ使えるのであれば、それはその人の一部がその誰かに入ることで、その人、それは綺麗事ですね。その人、まあでも死んだ人が、まあ、生き返るじゃないですけど、その人の体の一部を使って生きていくことができる人がいるんだったら、それはそうした方がいいんじゃないですかね。なるほど。あれ、質問って何でした？いいことか悪いことかという話かな。そっか、なんかいろいろ考えすぎちゃって。いやいやいや、それはとてもいいことだ、脳に活性するからね、記憶につながる手がかりにもなるだろう。君は随分いろんなことを多方面的に考えてくれるから、話していて私も興味深いよ。いやー、なんかこの人だったらどう思うだろう、自分だったらどう思うだろうって考えたりとか、その人の気持ちに立つのが結構、まあ、好きというか得意というか、そんなんなんですね。まあ職業柄なのかもしれないね。そうですね、君のその役者という、そうだね。この場合は君自身で考えたらどうなる？他の人とかを置いといて、君の感情的な問題としてどうだろう？私が死んだ側ってことですか？いや、君が第三者としてこれを見た時だな。ああ、なるほど。この状況を、まあこれからこの死んだ人の臓器を
他の人たちに移植するよっていう状況を目の当たりにした時ってことですよね。ああそうだね。まあもう死んでしまった人が、誰かが少しでも長く生きるために力になれるのであれば、うん、それは客観的にはどちら側から見てもいいことのように感じますね、うん、なるほど。じゃあ例えば殺される側の人が君の、そうだね、家族や友人、親しい人だった場合はどうだろうか。友人がとか家族がとかが亡くなってって話ですよね。そう、その代わりにそれより多くの人がその家族たちの臓器によって助かる。うん、それだったらもう絶対もう泣いてお願いすると思います。あのその生きていく、これからその臓器を使って生きていく人たちに、家族のこととか友達のことをよろしくお願いしますって言って、お、よろしくお願いしますをするんだね。うん、止める方向ではないんだね。止めないかな。そのまあもちろんその生きていた頃のその友人だとか家族が、あのもう絶対移植しねえわっていうタイプの人だったら止めるかもしれないですけど、うんうん、なるほど。まだ生きていたいと言われた場合には君は反対する。あ、死んだ前提だと思ってたんですけど違うんですか。ああ、死んだ前提だったらそうかなって思いましたけど、ね、さっきのこの臓器くじに戻るとね。あ、なるほど、ごめんね、勝手に戻っちゃった。ああ、そう、公平なくじを健康な人に引いてもらうっていう始まりだから、うん、そっか。じゃあまあまだまだ普通に生きれるタイプの人が私の家族や友人だったらっていうことですよね。そうですね、君自身でも構わない。うん、これは私のわがままですけど、うん、身近にいる人にはやっぱり死んでほしくないというか、いなくなってほしくないと思うのはやっぱり自然の摂理というか、うんうんうん、なので普通にしっかり生きてるんだとしたら嫌だっていいと思いますねそうだね、君は自分自身の時も未練があるなら生きていたいと言っていたものな。うん、まあだがそうだね、まあそれは理性的なことではないんだろう、感情的なことだろうね。そうですね、一人より多くの命が救われる。だがしかし個人的なことを考えれば、生きていたいと人はそう望むものだから。うん、うん、いや今日も楽しい話ができたよ。いや今までで一番考えました。全部考えてくれて私も嬉しいよ、うん、考えてくれないとこっちもどうしていいかわからなくなっちゃうからそうか、ちゃんと考えて意見言えたようでよかったです。ああとても助かった。ああそうだね、まあこの分ならまあ今日か、まあ遅くても明日には退院だろう。お、記憶もどうやら順調に戻っているようだしね。そうですね、体の方はもうなんか、まあ、初日からピンピンしていたし問題ないだろうまあちょっとリハビリはいるかもしれないですけどね。そうだね、うん、まあ、他に何もなければ私はまた外来の患者を見なければならない。特に何もなければ行くが大丈夫かな。うん、先生はまあその私の
ね、脳に刺激を与えるためにこういう風におしゃべりしてくれたって言ってましたけど。ああそうだ。本当にそれだけですか？ああそうだよ、私は医者だからね。なるほど。キーパー、えい。これはちょっと急に豹変されて怒られないか心配なんですけど、はい、聞いてもいいもんなんですかね、あの適性云々みたいなの見ちゃいましたって。自由にどうぞ。うわー、やめとこう。私だったら聞かないかな。うん、まあ健康になりそうですし、無事に。そうか、うん、じゃあ特に大丈夫かな。そうですね、もし退院したとしても、ここって面会とかってできるんですか？ああ、そうだね、少し特殊な病院だから手続きは面倒かもしれないが、うん、まあ可能ではあるよ。そしたら、まあ退院したら春人くんのお見舞いとかも行っても大丈夫ですか？ああ、それは助かる。ぜひ会いに行ってくれ。うん。そうだね、君さえ良ければこの後でも構わないよ。あ、本当ですか？ああ、もう随分体も動けることだろうし、うん、隣の部屋のドアは開けておこう。おお。君が望むのであればどうか行ってやってくれ。はい。それくらいかな？大丈夫かな？はい。まあじゃあ私は行くから、まあもしこのまま退院を待つようなら部屋でじっとしていてくれ、うん、あ、一個ごめんなさい、聞こうと思ってたんですけど。ああどうした？これってなんかナースコールじゃないですけど、先生呼び出しボタンみたいにないんですか？あー、手術室だから残念ながらそういうものは置いてないんだよ。あ、そうか。普通の病室ならあったんだけど、ごめんね。なるほど、それはじゃあ仕方ないですね。まあ、もしどうしてもというときは、まあなんかちょっと声を張り上げてもらうと。あ、わかりました。でっかい声で叫びます。そうだね、隣のハルトが驚くかもしれないけど、まあまあまあ。まあ安静にしていれば問題ないだろう。はい。大丈夫かな？はい、大丈夫です。いや、長々とありがとうございます。いやいや、こちらこそ。楽しい3日間だった。じゃあまた明日会おう。はい、また明日。ではそう言って男は出て行きます、はい。そうですね。あなたは3日目になって体がもう普通に動くようになっています。やった。もしかしたら行こうと思えば隣の部屋にも行けるかもしれないです。どうぞ、こちらハテナが出てきてます。お、本当だ。後悔しちゃってください。俺は1個かな。はい、1個です。1個か。ほい。扉、隣の部屋に続いている扉、今の体の調子なら扉を開けて隣の部屋に行ける。うん、もう開いてる状態ってことですよね。いえ、閉まっています。あ、閉まってるのか。そうか。ドアノブを回せば開く、そういう感じです。うんうんうん。まあ、勝手に行くのは失礼だから。他なんか、まあ普通に歩けるようになったことで分かることとかってないですか？そうね、まあないかな。ないか。じゃあまあ勝手に開けちゃうのはあれだから、ハルトくんが起きてるかっていうか、コンコンってしてちょっと確認しようかな。ほいほい。じゃあこっちにしますね、うん、
コンコン。はい。あ、私元気？あ、お姉さん元気って言えるのかな。一応元気です。うん、いや私だいぶ良くなったみたいで。あ、もう動けるようになったんですね。うん、だから良かったですね。そう、まあ明日退院って言われたんだけど。ああ、もう退院なんですね。うん、よかったね。うん、でも春人くんにとお話できなくなっちゃうと思うと寂しいから、またなんかお見舞い行ってもいいですかって確認取ったらぜひって言われたから。そう、その時はもう頻繁に会いに行くわ。ありがとうございます。うん、僕もお姉さんの舞台行く約束楽しみにしてますね。うん、そう、あとあれだね、私今動けるようになったから、その春人くんさえ良ければそっちの部屋入ってもいいかなって聞こうと思ってたんだけど。あ、本当ですか。うん、ぜひ。あ、でも僕目も見えないし体も動けなかったから、もしかしたらあんまり体が綺麗じゃないかもしれない。綺麗かどうかはもうそれはね、全然よ。もし汚くても臭くても私は嫌な顔しないよ。じゃあよければどうぞ。うん、じゃあちょっとお邪魔しますね。はい。と言って、ではあなたは入るでよろしいですか。はい、入ります。かしこまりました。あ、大丈夫かな。では隣の部屋は薄暗いです。うん、部屋の中央がぼんやりと光っています。そこにはベッドがありました。うん、暗い中をたどっていけばベッドまではたどり着けそうです。うん、どうしますか。一応ちょっと声かけていいですかね。はい、どうぞ。ハルト君、ここってまあ目が見えてないっていうのもあるとは思うんだけど、すごい暗いんだね。あ、そうなんですね。うん、僕はあんまり普段のこの部屋のことを知らないのでよくわかんないんですけど。お父さんとかが見に来るときになんかカチッって音とか聞こえたりしない？その電気をつける音みたいな。するとと思うんです。うん、するのかな。あんまりよくそういうところを気にしてなかったんでわかんないですね。そっか。じゃあちょっとなんか喋っててもらって、なんとかその辺まで行くわ。わかりました。こっちです。はい、こっちですよ。よし、ではベッドに近る夜でよろしいですか。はいはい。他見えないんだもんね、何も。そうですね。まあそこにはベッドにたどり着くでしょう。うん、そしてそのベッドに横たわっているのはリオさん、あなた自身でした。なぬ？もちろんリオさんはベッドのそばに立っています。うん、立って横たわる自分を眺めている。ではベッドで寝ている自分は誰なんだろうか。どうして自分が二人いるんだろうか。その異様な光景に産地チェックです。はい。ハルトくん。え？いや、ちょっと待ってね。まず産地チェックするわ。よし。改めてちょっと産地チェックやってきましょう。はい。産地チェックです。なんで私がいるんだ。成功した。お、素晴らしい。では一減少しておきますね。はい。結構危ない。ギリ。ギリ。あと2。妖怪2足りただ。お姉さん、お姉さん大丈夫？おおお。
喋ってるのは私の姿でハルト君の声が聞こえるってことですか？声が聞こえてる方を向きますか？え、なんでそんなこと聞くの？ああああ向きます。はい、ではそういった不安そうなハルト君の声が聞こえてくるのは、ベッドの脇に置いてある機械が付属したシリンダーからだった。そのシリンダーは緑の液体で満たされており、中には脳みそが浮かんでいた。ハルトの声はこのシリンダーに付属した機械から聞こえてきている。お姉さん大丈夫ですか？ハルトくんなの？はい。どっかしましたか？やっぱり僕なんか変でした。いや、変っていうか逆にすごいよそれ。かっこいいわ。お、僕かっこよかったですか？うん。あ、よかった。わあ。なんか想像してた形とはなんかすっごい違ったけど。え、どんなのを想像してたんだろう。私がこう雷受けて全然体動かなかった時みたいな状態の、なんだ、あのカバンみたいな。カバン僕カバンだと思われてたんですか？違う違う、なんかなんて言うんだろう、こうやっぱぐちゃぐちゃになっちゃってたのね、私のカバン。あ、は、はい。そうだから、やっぱ交通事故ってなったら結構大変な状態なのかなと思って。あ、大変な状態だったと思うんですけど。まあ大変な状態ではあるだろうけど。まあそう言っているところに医者がやってきます。うん、もうそんなに動けたんだね。まあ初日から君は元気があり余っていたようだし不思議ではないか。うん、秋城先生、父さん、僕あのこのお姉さんとお姉さんの舞台に行く約束をしたんだよ。父さんのチケットも取ってくれるって。そうか、それはとても楽しみだな。このお姉さんはどうやらとても歌が上手そうだしね。二人で見に行くのが楽しみだよなあ、ハルト。うん、すごく楽しみ。早く目も見えるようになって体も動かせるようになって、そしたらお姉さんの歌の劇父さんと二人で見に行きたい。僕父さんに教えてもらいたいこともいっぱいあるんだ。だからあれと話は後で聞こう。今はお姉さんと話したいことがあるから少し眠っていてくれるか。でも僕今お話ししてるところで。ごめんね、ハルト。しばらく眠っていてくれ。あ、ちょ、ま、そう言って医者がスイッチのようなものを切ると、シリンダーから明かりが消え、それ以降ハルトの声は聞こえなくなりました。話をしてもいいかな？はい。ハルトはね、体の原型がとどめられないほどの重傷を負ってしまったんだ。
君が言った通り、それこそ君のカバンのように体はズタズタになり、もう助からないほどの重傷を負ってしまった。しかしなんとか、なんとか脳だけは保存しようと試みてね。ハルトの脳だけを助けることができたんだ。脳だけ。今君が近くにいる、ベッドにいるのは君自身の元の体だ。元の体？ああ、今の君の体は作り物だ。人形にね、君の脳みそを移し替えたんだ。私が今人形になってるってことですか？ああ、体は人形で、しかし脳みそは君のものだ。それって今私は人間のように振る舞えてるというか、人間だ、人間と遜色はない動きをできているってことですか？ああそうだ。うん、じゃあその元の私の体にハルト君の体を移すっていうことですか？そうさせてもらうとありがたい。うん、息子にはね、人形はうまく接続できなかったんだ。機械に移し替えるには時間が経ちすぎていたらしい。うまく順応してくれないんだ。うん、私の今の体って、なんて聞けばいいんだろうな。衰えるというか、人間として年を取るみたいなことはなくなっちゃうっていうことですか？そうだね、機械の体だから。しかし人間と全く遜色なくは動かせるはずだ。実際に今君はそうして動いているだろう。そうですね。まあ多少調整は必要だったが、それも問題はない。うん、その私の体にハルト君を戻したっていうか入れるとして、それってハルト君はハルト君として生きるっていうことで大丈夫ですか？ああ、君の体さえあればハルトはハルトとして生きることができる。うん、機械ではない君の体ならば、適正率 98% の君の体ならきっとこの子に馴染んでくれる。そしてその人形の体も君に馴染んでいるだろう。ちょっと調整は必要だったが、適正率は 97% だったからね。あ、その数字だったんだ。まあ、私が考えてることとしては、
ハルト君って男の子ですよね。ああ、だからなんか女の子の体で申し訳ないなって。その辺は問題ない。私たちはハルトの脳を脳みそだけ保管できたように、人間ではできないことにも到達できる、そういう種族との交流がある。体さえあればハルトはハルトとして生きていける。私からの願いはただ一つ。息子のために君の体が欲しい。君にはその機械の体をあげよう。君の体を譲ってはくれないだろうか。私がロボットとして生きるっていうことは、壊れない限り死ぬことはないってことですよね。そうだね。君の体のメンテナンスは私が受けようと。私は人殺しをしたいわけではない。君が望むのであれば、君の体から、今の人形の体から脳みそを元の体に戻してあげることもできる。君が決めていい。決めました。ずいぶん決めるのが早いね。私は感情で動く人間なので。そうか、ひとまず聞いてもいいかな。私の体をハルト君にあげることで、ハルト君も、そして私も生きられるんだったら、あげちゃってもいいかなって。思います。そうか。しかし君はいいのか。もしかしたら機械の体であることは君の女優への道の妨げになるかもしれないぞ。問題なく歌えたりとか、まあバレずに人間界で生きていけるんですよね。私、バレるバレないかは君次第だな。そっか。多くの人目につけばバレるリスクも上がるだろう。そういう職業だろ、女優とは。まあそうですね。まあ、そういうところは何のために芝居やってんだって話なので、演技でごまかしますよ。いいのかい。君は臓器くじの時、未練がある場合は死にたくない、そう言って言ったね。今も同じだ。私は未練のある君から、毎週君の夢を奪おうとしている。それでも本当に息子のために体を明け渡していいと、そう思っているのかな。
使ってる体が違かったとしても心は私なので。なるほど。テセウスの船の時のように心さえ変わらなければ君は君自身だと。そうですね。そうか。君は随分強い人だな。まあ後々この決断を後悔する時がもしかしたら来ちゃうかもしれないですけど、私は目の前でずっと動けずにいるハルト君を見捨ててそのまま楽しく生きようなんてできないなって思ったし、それに約束したんですもん、ハルト君に私の舞台を見せるって。たかが3日程度話しただけのハルトにそこまで感情移入してくれたのか。今も結構涙をこらえてますよ。そうか。そうだね。私としては喜ぶべきところなんだろうが、医者としては申し訳ない気持ちもあるな。そこは反省した方がいいですよ。勝手に体いじくって。そうだね。もう私自身、何が悪くて何がいいのか、よくわからないんだ。だが、君と話していると、なんだか、良くないことだったのかもしれない。そう思えてきている。ただね、良くないとわかっていても、息子のために止められなかったんだ。私はもちろんその動けないハルト君もそうですけど、ハルト君のために、ハルト君を救うためにここまで身を削って心を削って頑張ってきた秋代先生のことも笑顔にしたいなって思いました。君は本当にいい子だな。私の妻が見たら君のことをとても好いていそうだよ。奥さんですか？ああ、ハルトと同じ交通事故に遭って妻の方は亡くなってしまったんだ。だからこそ助かる可能性のあった息子だけは何としても助けたい、その思いで今日までやってきた。君の言う通り、罪のない人を騙してこの病院に連れてこさせ、体をいじくり回し、ハルトに適正するかどうかを調べてきた。良くないことだったんだろうな。君が落雷に打たれてここに来たというのもあれは嘘だ。え、嘘なんですか？そうだ、私が君をたまたま見つけた君を電気ショックで眠らせてここに運び込んだ。あら、記憶がないのも全ては私のせいだ。どうだい、
そんな私でも、そんな私の息子でも、君は体を明け渡してくれるのかな？もちろんそうですね。秋代先生がやったことに対しては悪いことだよってはっきり言えますけど。そうだろうね。私もここまで言う気はなかったんだ。ただなんだろう、君と話していると話したくなった。ただ、まあもちろん悪いことはしましたけど、別に先生が悪いことをしたからってハルト君が悪くなるわけじゃないので。ハルト君を助けたいって思いは変わってないです。そうか、ありがとう。君には嘘をつかずに話してその上で決断してほしいとなぜだか思ってしまったんだ。そういう気が強いところも私の妻に似ているからかな。奥さんだったらどうしてたんでしょうね。どうだろう、こっぴどく怒られるだろうな。そうですよ。まあこれっきりにしてくださいね、悪いことをするのは。ああ約束しよう。では改めて聞かせてくれ。息子のために、ハルトのために、君の体が欲しい。君の体を譲ってくれないだろうか。わかりました。私の体を使ってください。ありがとう。ではおやすみ、リオ。あなたは気がつくと自分の家に戻っていた。失われた記憶も戻っている。病院での出来事も覚えている。あれは夢だったのか現実だったのか。ふと体のある一部分がよく見るとわかることだが、他の部分とは違う色になっていることに気がつく。果たしてその体は本物なのか偽物なのか、それがはっきりするのはもう少し後のことだろう。では最後にリオさん、あなたに一言いただいてこのお話を終わりたいと思います。あれが本当にあったことなのか、それとも夢だったのか、今は全然はっきりしないけど、でも あれがもし本当だったとして、私の体を使うことで誰かを笑顔にできたんだったらよかったのかな。まあこの体で舞台に立てるのかは微妙だけど、
ハルト君のために、秋城先生のために頑張りますか。では以上でクトゥルフ神話 TRPG 片城終幕です。お疲れ様です。お疲れ様です。わあらららら、いかがでしたでしょうか。なんてこったい。おー、いやなんか、あ、そうなんだって、なんかもっと目に見えて私がもうロボットに変わってるとか、うんうんうん、そう、そのハルト君の体とだんだん交代していっちゃうのかなみたいな、はいはいはい、ふうに途中まで考えてたんですけど、うん、まさかね、もう本当にそっくりそのままの自分の体に、体にそうハルト君を移して、うん、自分がまあ結局見たまんまのロボットになってるっていうのは、うん、なんか衝撃すぎて逆に冷静でしたね。ああ、なるほどね。いや、うん、面白かった。意外とびっくりしないんだなって思いながら。そう、いや本当にびっくりした時って人ってあんまちゃんと反応できないんだなって。確かにね。うん。でもなんか私がどう考えて行動するんだろうってすごいなんか自分と向き合えた気がしましたね。うん、そういうシナリオです。うん、これみんなどういう風な選択取ってんだろうでしょ、気になるでしょ、気になるね。これは、はあ、面白かった。面白いシナリオなのよ。うん、え、あれは結局現実だったってことでいいの？うん、うん、なんかね、うちはやったことないけど、どうやら片城のこのアナザーストーリーみたいなのがあるらしいんですよね。あら、いつか誰か回してください。キミちゃんを回した後、キミちゃんに回してもらうので、そう、回してもらったら回すから、うん、その時は呼ぶね。分かった。楽しみにしてます。はあ、まあ、という、一応最初に戻しとこうか、うん、エモ曲のままね。うん、いやなんかシナリオ内で気になることがあればお答えしますよ。まあ、本当にね、このシナリオはあなたがどういう、あなたっていうかそのキャラクター、あなた自身がどういう感情で何をしてどう答えを出していくかっていうシナリオだから、うん、完全にロールプレイがメインのシナリオですね、うん、なんか思ってた以上に自然にロールプレイできたわ。うん、よいこと、よいこと。うん、あ、そうだ、じゃあ私が失敗した時の、その情報って何だったんだろうっていうのがすごい気になってて。はいはい。ね、うん、何失敗したっけ。あ、器具か。そう、器具と、あとなんかほわほわってあったかくなるやつ。はい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 。まず器具はね、うん、成功したらおよそ手術に使いそうにない器具というよりは工具が置かれているという情報が出てきましたね。工具、まあ、そうだわな、ロボットいじくってんだから。そうそうそう、そういうこと。なるほど。まあそのつながりで、まあ全部そういうつながりなんですけど、うん、加温装置は、うん、加温装置なのになぜか冷たい冷気が出ているということに気づきます。あー、まあ、機械の体だから、うん、温めるんじゃなくてその冷却しているっていうこと。なるほど。あ、まあ、その情報聞いても多分分かんなかったな。工具みたいな。冷却って。なるほどね。
そうだからこのシナリオはあなた自身で来てくださいって再三言ってた、うん、なるほどね。あなたの素の答えが知りたいんです私はっていう。うんうんうん、いや納得したわすごい。あとあれだ、なんかそういう種族と関わりがあるって言ってたけど、はいはい、それはどういう種族なの？それはね、まあ一応クトゥルフ神話 TRPG なんで、うん、そうクトゥルフ神話的な人ですね。そうだよね、神話生物ってことよね。はい、名前がね、ミーゴーっていう人かな、うん、確か。ミーゴー。はい。ほう。ミーゴー。ミーイコールゴーって書く人なんだけど。なるほど。ミーイコールゴー。どっかにあったなぁ。ペラペラ。これね、その大丈夫だったんかなって、やっぱ察したんだけどさ、クトゥルフ神話生物なんだろうなって、うん、それで結局ね、そのハルト君を助けたことでその目的を達成して、そのままその神話生物となんか何もなく切れるのかなって。ああ、まあその辺はね、うん、わからないっていう感じでいくね。なるほどね。いやもう祈ることしかできないわけだ。そう、うん、まあ、あの感じだと悪いことはしないだろうなって思うから、うん、なんか神話生物とトラブルがあっても穏便に落ち着きますように。いやーでも面白かったね。また、うん、なんかいろいろ違う観点で。うん。え、なんか、私の考え方を聞いてどう思ったん？君ちゃんは。いや、なんかさ、囚人のジレンマとか、うん、なんか、自分の罪悪感とか、罪の意識からかな、なのかなとか思ったら、意外とそうではなかったりするのが、うん、面白かったな。ああ。まあ、そうだね。なんか、ね。意外と自分の利益を取りに行ったりとか。人間らしくていいなって思いながら。いやもう本当なんか私はもうそのまま本当に考えて口に出してたから。いやそれでいいんです、それでいいんです。うん、大丈夫、炎上しない？うん、大丈夫大丈夫。かと思ったらなんか最後で優しさ見せたりするから。あんだけ私は私の罪を償うためにみたいな。うん、そうだね。なんか償い、自分のことだったらなんかそういう風に考えるかもだけど、うんうん、他の人ってなるとまたちょっと違うのかもね、考え方がね。ね、まあそれが人間というものでしょう。うん、いやなんか人間って面白っていうことですね。そうそう、なんか自白って答えてはなんか結構ね、この自白って答える人が多いんだけど、うん、うん、その中でも自白って答える理由がやっぱちょっと他の人と違くて面白かったな、うん、まあどの人もそれぞれ個性があるんだけど、うん、うん、面白かった。多分ね、普通の片白やってる人よりも、ね、だいぶ時間かかってると思う。そうね、シンキングタイムがね。うん、いやー楽しかった。いや楽しんでいただけたならば何よりです。いやありがとう。回した甲斐がありますわ。うん、いやということでね、まあご視聴くださった方がいるか分かりませんがいるか分かりませんが見てくださってありがとうございました。バイバイ、ね、よければ感想とか書いといてください。やったことない人は見ちゃダメだよ。あ、そうだよ。それは大丈夫。最初に言ってるはず。そうだね。そうだね。うん、大丈夫。テロップを言ってるね。うん。回りたい人はこっち来いって。そうだぞ。まあ、ここ、今ここで言っても意味ないけど。あ、そうだね。最後に言っても意味ないんだ。うん。いや、でもこのね、片白面白いと思って回したいと思った人とかも多分いるかなと思うので、そしたら、まあ、ぜひいろんな知らない人とかに広めてあげてください。あ、そうだね、多分概要欄とかに URL を貼っているんじゃないかな、多分貼ってると思います。確かに1500円ぐらいでシナリオ買えるので、うん、ぜひ買ってみてください。これは買いですね。
ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。